はい、エジプト考古学者の川江です。今日はいいですね。この今日はっていう時に後ろグリーンバックじゃなくて実際のピラミッドがあるっていうことでね、サッカラ、エジプト最古のピラミッドがある、サッカラの階段ピラミッド、ここに入っていきたいと思います。これ近年ねこの中が開いたんですけれど、地下迷宮みたいになっていますが、こちらの YouTube チャンネルでも取り上げていきたいと思います。でこのサッカラの方なんですけれど、本当に非常に長い期間、実にもう3000年以上に、なります。人のある種遺体が埋められ続けたっていうすごいネクロポリス、エジプトの中でもそういった意味ではもう最大規模のネクロポリスということになってます。その中でひときわ、そびえているのが、この目の前に見えているネチェリケ塔、神の肉体というふうにもね、言えるジョセル王の階段ピラミッドになります。あとここもいろんな形でピラミッド見えてるんですけど、あれもピラミッドですね。あそこに見えているのがウセルカフという王様の大王朝時代の王のピラミッドで、さらにそこから少し右側に、見ていくと砂の山みたいなものもね見えますけど、あれも第6王朝時代のテティ王っていう王様のピラミッドで、ここサッカラにもいくつものピラミッドが立っているということになっています。それではね、早速中に、もう一つだけ、あとサッカラの階段ピラミッドっていうのは実は私も調査をしていて、2008年になりますかね、にここのところを3次元計測実はしていました。当時はこの階段ピラミッドというのが修復行われて大規模なものがいたんですが、これももうようやく終わって今みたいな形で綺麗に見えています。2008年以降は結構櫓なんかが立っていて、ちょっとやはり古代の風景というものをなかなか感じることも難しかったんですが、今はそういったものが終わっている状態になっていますね。ここも本当に苦労した、調査地なんですけれど、今回もここ、ワールドスキャンプロジェクトとともにですね、ドローンやあと写真測量ですよね、フォトグラメトリー、そしてレーザーなんかを使って包括的にデータを取っていく予定になってます。いやー、階段ピラミッドもめっちゃ久しぶり。どれくらいだろう階段ピラミッド、コロナの前に来たかな。ここ調査は2008年でやってましたけど、そのあとそんなに来てはいないかな。階段ピラミッドね、実はこれ周壁といって大きな壁にこれ囲まれてました。一部そちらのところが修復も兼ねて、一部だけですねここ行われてはいるんですけれど、全体的には修復はされていないです。一部が修復されていて、あと残っている部分って感じでしょうかね。ここ中壁に1645メートルかな、ぐるっとこう囲まれていたような形になっています。で今ちょうど人が入っていますが、あそこが入り口になっていて、ここから今度ジョセル王のいわゆる冥界の彼が支配する世界に入っていくっていう、そういう形になってますね。壁のオリジナルのもの残っているのがちょうどそこですね。今観光客の人があそこのところに立っているので、大きさなんかもわかると思いますが、あれがオリジナルの壁の一部になっています。壁のあれ中身って感じかな。でこちらのところもう一回見てもらうと、何か壁10メートルほど上なんです、高さなんですけれど 10.5 メートルかな、へこみが一部見えているのが分かるかもしれません。四角いこれぐらいのこんな感じのへこみがポコポコポコっと何かね、あそこのところに本来は青いパネルが
はまっていたということで、実はこれ凹凸がありますけれど、古代エジプトにおける太古の海、ヌンというのを表しているんじゃないかというふうに言われています。古代エジプトの神話の中では、世界というのははじめその太古の混沌とした海ヌンであり、そこのところから原初の丘というのが盛り上がってエジプトの大地というのを成したという、そういった神話がありますが、このいわゆる凹凸のある壁というのは他の神殿なんかでも見ることができるんですが、まあ、そういった太古の海ヌンというのを表している、さらにそれを示すかのようにして青いパネルが、もうそれだけでもすごいですよね。こういったところにパネルをわーっとはめ込んで1645メートル囲んでいくということで、を作り上げたということになっています、あと今は後に、埋められたりしてるんですけど、この周りに巨大な大工、これはお堀か、まあ、日本なんかでいうところの、そういったものなんかも実はこの周りにはあったんですけれどね、中にそれでは入ってみましょうか。これね、すごいですよね。ここもオリジナルのところね、そこに残っていて、下のところですよね、はい、あと上のところも見てもらうと、あのオリジナル、あの残ってるのが分かると思うんですけど、これ分かりますか、巨大なこれ、あの扉ですね。ジョセル王が、まあ、ネチェリケ島というふうにも言いますけれど、がこちらの複合体を作るときに、それまではやっぱり日干しレンガだったんですよね。それを永遠に作るということで、ここは実際に永遠に、まあ、彼らが持つであろうと思っていた、石石灰岩で、扉を作っているということになっています。本来こういったものも日干しレンガであるとか、あの植物、あとはあの木材、そういったものを使って作られていた、神殿の一部なんですけれど、本当にねこれを石材で作り上げようとした、まあ、その発想の、飛躍というかね、すごいものがありますよね、はい。ここのところがエジプトで残っている最古の列柱室です。有名な列柱室というのはカルナカモン大神殿にある、巨大な列柱群が134本のものが立っているところがありますが、それの元々のある種オリジンとも言えるものが、まあ、ここサッカラの階段ピラミッドの複合体の中にあるものになっています。この植物自身はね、一体どういったものであるのかというと、実はちょっと議論が あるところで、まあ、別の YouTube の動画にアップしているので、これはまたそちらの方を見てください。中行きましょう。ね、すごいですよね。いつか本当にこの YouTube の方でもこういったところをね、現地で紹介したいと思ってたんですけれど、早々に紹介できることになったってね。サラマレイク、サラマレイク、ラショクラハビ、アハランビ。こういったところにはもともとおそらく台座があって、まあ、ネチェリケ島の、像なんかが、置かれていたのではないかというふうに想像されているところです。今屋根は完全にあの修復、復元になっているんですけれど、本来やっぱりここのところは非常に薄暗い空間だったところですね、まあ、神話の中では原初の海から、ヌンの中から、まあ、巨大ないわゆるその大地ですよね、最初の原初の丘っていうのが盛り上がるわけなんですけれど、その周りにはあの原初の沼が、形成されていくという、まあ、そういったその原初のある種沼っていうのを彷彿させる
こちらのところは構造体建造物になっています。で、薄暗い中でここずっと入っていて、そこからポンと明るい空が見えるねところに出るんですけれど、それによってある種こう視覚的な効果、ピラミッドが何倍にも見えるようにっていう、そういうような試みもおそらくここはされていた場所だと考えられます。行きましょう。おじさんたちが気を使ってか隠れてくれてますね、こっそりね、顔見えてるよみたいなね。ショークライブ、うわー、ここも綺麗になったな。昔はずっと砂漠というか砂地だったんですけれど、うわーすごいすごい、こんなんですよ。やっぱりいいですね、階段ピラミッド。ね、ある種やっぱり綺麗に修復されてしまっているところもあるんですけれど、これ今南側に来ているんですけれど、南の一番目のところってね、完全に何かこうブロックが乗っているところではあるんですけど、あそこ実は全部なくて、中の構造体っていうのが見えたんですね。で、これを2008年にサッカラレーザースキャニングサーベイというのを私たち作り上げて、隊長はマクレーナー先生とザヒハウス先生、日本隊の隊長が大阪大学 の佐藤先生と、東工大学 の亀井先生という先生、そして私の方が現地でフィールドディレクターということで、ここのところの調査も行い、南側っていうのは実はピラミッドの構造体、そして発展を知る上で非常に重要な場所だったんですけれど、最後のデータというのを取ったということになっています。ここはね、フランス のジャン・フィリップ・ロエールというマスターがずっと調査を行っていた場所です。まあ、もともとはこの階段ピラミッドができる前はマスタバフンボっていう上部構造が、アラビア語でマスタバベンチのような状態になっていたものを拡張工事によって、このような最終的には階段状のピラミッド 1,2,3,4,5,6 段のものになったと考えられます。で、実際にこれ6段で、そして拡張工事というのを、まあ、ロエールの説では6回行ったというふうにも言われています。で、ジョセル王、まあ、ネチェリケ島自身の治世が19年と一般的には考えられているため、そう考えると本当に3年に一度は拡張工事をしていたのではないかと推測されているものになります。まあ、当時としてはある種町ぐらいを作る規模の、これはアクティビティというかね、活動だったと思われます。すごいですよね。そして今回本当にいろんな特別な場所というのをご案内できるのが嬉しいんですけれど、こちらのところ南の墓、そこにねサウザントゥンブっていうふうに書いていますけれど、ここの中に入ります。ここもまだ一般的には公開されていない場所で、おそらくネチェリケ島ジョセル王のカーのために作られた場所だというふうに言われています。これの奥なんですけれどね、向こう側にずーっとこう行く階段があって、その階段を通って中に入っていきます。カーというのは古代エジプトにおいて訳すのが難しいんですけれど、私自身は一番、まあ、適切に分かりやすいのは生命力じゃないかなというふうにも考えています。ヒエログリフ、古代エジプト語なんかでは両手をこう上げているヒエログリフで表されることがあるんですけれど、挨拶なんかにもあなたのカーのためにというふうに言ったり、あなたの生命力のためにというふうなね言葉なんかが残っていますが、古代エジプトにおける、一つの人間のなす重要な要素、の一つということになっています。そのカーのための墓がここ南の墓ということになってます。で、墓の内部の方なんですけど、これちょっと非常に複雑な形になっていて、サッカラの階段ピラミッドも複雑なんですが、それのちょっと縮小版になってます。で、そこのところに現代もまだ残っているレリーフが、ネチェリケ島のがあるので見に行きましょう。あとパネルもすごく美しいんですよ。では行きましょうか。
はい、これが言ってた南の墓ですね。南の墓って壁の間にドーンってあって、ここから階段がジドドドドって続いているんですけれど、それを今から行きましょう。行ってみましょう。わーって普段ならこんなんしないんですけど、もうテレビの時とか絶対しないでしょこんなんで。もう自分の YouTube だから遊べてできるような感じですよ。ここおーすげえ。すごいですね。うわあ、めっちゃ逆光。ここが南の墓のある種心臓部にもなってるんですけれど、お話した通りにここのところにネチェルケ島のカーの墓ってことで、棺が実はあります。見えるかな。もうちょっとこっち来ましょうか。行きましょう。足元気をつけていただきながら、この辺で見えるかな。これ棺なんですよ、巨大な。これと同じような棺がサッカルの階段ピラミッド内部にもあります。棺の特徴としてはブロックを積み重ねたようにレゴ状のものを積み重ねて、棺なんですけれど、ある種入り口が実は上のところに巨大なやっぱり石の線みたいなのがはまってますよね。あそこしかないんですよ。そのためにこの線を取り除かないとここには入れないっていう、すごいやっぱりこれ盗掘を防ぐためですよね、構造になっています。これがネチェルケ島の南の墓にあるカーの現室っていうことになってます。でそこから今度左手の方に今度通路があるんですけれど、そこには、青いパネルが現在でも残って、いて、そこに走るジョセルの姿が描かれていますので見に行きましょう。はい、すごいですよね。ここのところが花崗岩でできたあの石のブロックですよね。こういうふうに石が積み重なって積み重なって積み重なって、やっぱり古代エジプトにおいて王のやはり埋葬地っていうのは永遠に持つということで、非常に硬いアスワン三世の石色花崗岩、これを使っています。これで崩れないようにしながら、実際に中の、ここはまあカーなので、ミイラ遺体はないんですけれど、防ぐようにして、あの上に蓋が閉まっているということになってます。でかいですよねこれね。なんかめっちゃ蚊がいるんですけど、ここ。じゃあ中に入っていきましょう。ここもめっちゃ迷路みたいですね。修復したところですけれど、これですよ。うわ、ここも綺麗。見て、この青のパネル。うわねえ。まあ、ネチェルケ島の名前がこの辺りにそして書かれていますけれど、ここなんかも彼が、カメエジプトの白い冠をかぶって、つけひげをつけ、儀式を行っている一シーンですよね。すごいよな。まあ、瀬戸祭りっていう大井庚申祭、
王の力というのがなくなった後、ある種そこのところからその力というのを再現するために、古代エジプトでは瀬戸祭りというお祭りを行いました。通称30年経ってから、行って、それから3年に一度と言われてますが、実際記録なんかを調べると30年経ってなくても行う、王が、います。ある一定の期間で王の力というのをやっぱり再生させるっていうことが必要だったんですけれど、それを再生っていうのを示すために王がこの時代何をしたのかというと、走ったんですね。俺は元気だみたいな感じなんでしょうかね。その走るレリーフここにあるので見てみましょう。おお、ここまた綺麗に完全に残ってますよね。めちゃくちゃ綺麗。そしてそこにいるのが走るジョセル、ネチェルケトですね。面白いのがあとこの走ったところなんですけれど、見えるかな、境界碑というかね、ここのところになんかこんなポコポコポコっと出たのが 1,2,3 で、こっちにも 1,2,3 あるんですけれど、これと同じような形状のものがちょっと間違うんですけれど、階段ピラミッドの、中庭のところに置いてあるんですね。だからこれ階段ピラミッドの中庭で実際に走ったんじゃないかっていう、そういう話もあったりします。やはりこの時代王の力が衰えるというのは、やはり国力が衰えるということにつながるため、その王の身体的な力というのを復活再現させるというのが非常に重要な儀式で行われていたわけです。はい、階段ピラミッド、誰もいないですね。午後観光客も暑くてめっちゃ気持ちがいいです。多分私だけ、はい。ということで今階段ピラミッドの、東面に来ています。ここはちょっとお話したかもしれませんけれど、2008年に修復ずっとしていたんですけれど、レーナ先生、あとはザヒハワス先生を隊長にして、日本の大阪大学 の佐藤先生、あと東工大学の亀井先生、日本の方の代表はこの2トップで、私の方があのフィールドディレクターということで、ここを3次元計測修復する前にその状態というのをつぶさに記録数残そうということで、当時としては本当に珍しいあのレーザーと、あと写真からの測量というのを試みました。本当にそういった意味でね、思い出深い場所になっています。本当にここは大変でした。上の方まで、登山の専門家を送って、そこからロープを垂らして、ロープでこう下ろしながら、ここのところ羽みたいなのつけて、それにカメラつけてですね、カシャカシャカシャとこう写真を撮りつつ、下の方にはそれをトータルステーションで自動追尾していて位置を再現するみたいなねことをしていた、すごいプロジェクトやってたんですけれど、今はそれが終わって修復された階段ピラミッドということになっています。そういった意味で本当に修復される前と修復された後の今回データを取ることができれば比較というのもできるので、非常に重要なデータになります。で、今回ですね、皆さんにお連れしたいのはこのやはりピラミッドの内部になります。ピラミッド内部、南の墓という墓、こちらのところは今は一般的に公開はされていないんですけれど、こちらの方の、ピラミッド内部のところは一般公開というのも、されています。早速中に入っていきましょう。こっちです。北から入り口があります。ネチェルケ島、これもどっかで説明したかな、もうなんかね、暑くて気持ちいいんですけど、どこで何を説明したのか覚えてないんですけれど、19年の治世、あるいはそれの倍の38年ともいうふうに言われていますが、その間に6
回の拡張工事をもって、今現在の形にしたというのを向こうの方で説明したかな。でその拡張の具合というのは、あの南面のところで以前はそれは完全にむき出しの状態で、マスタバから大きなマスタバにして、さらに大きなマスタバにして、そしてピラミッドへとどんどん拡張していくっていう、その拡張の度合いというのが見えたんですが、今は塞がれています。ただ一部残っているんですけど、この辺り見てもらうと実際に拡張した跡が綺麗に見えますよね。わかります？近づきましょう。ここなんか見てもらうと分かりますよね。一旦あの作った後、斜めにこう石積みあの置いて、拡張工事をしているっていう、こういうふうにあの斜めにあの置く形というのがこの時代、第三王朝の時代になってます。まあ、その後表面あの水平にしたりしてるんですけど、内側はこうやって斜めにするんですよね。でこの内側斜めにするっていうことで、内部のこちらのところ重量というのが格段にやっぱり圧迫かかる。これ内側にするというのは外側に崩れるのを当然ながら防ぐためにあのしています。ただ、スネフェローのピラミッドのところでは、このピラミッドの上のこの空間に、部屋とかがあるため、この構造だけにしていくと崩れてしまうんですね。そのために水平に今度あの石組み構造というのを変えています。まあ、そういった意味でこういった石組み構造を見ることでも、まあ、当時の、石材の、建築の技術の発展というのがあの見られたりする面白い場所になっています。行きましょう。でここ見てもらうと、なんか石が非常に綺麗にまっすぐ白くなっているところと、ちょっとこう突き出たような形になっているものがあるのがわかると思うんですけれど、あちら真っ白になっているというのは、あの辺りまで、瓦礫とか土砂とかそういうものがちょっと堆積ある種していた場所になっています。そのために、数千年間、これは堆積していたために逆に保存状態が良い。浮き出ているところというのは、ここのところはその後数千年間の間に、やはり上からの圧力で石というのがこう外側に何でしょうね、はみ出すような形になっている場所になります。まあ、そういった意味でオリジナルがどういう形で石が積み上げられていたのかっていうのは、この下側のところを見ると分かったりします。まあ、この辺りね、私たちが最初に計測をしていた時にはあまり定かではなかったんですが、今は非常に綺麗に見えている状態です。今北側にいます。でその北側の一角に面白い四角い部屋みたいなものがあります。こちらのところ、セルタープと呼ばれるところですね。ここは別名、ペルトゥートゥ、まあ、彫像の家というふうにも呼ばれていて、この中に、おー、ネチェルケ島の彫像があったりします。実際この中に入っているのはネチェルケ島ジョセル王の彫像で、ここの穴というのも古代から開いていて、ここから北天、北に沈まない星を見ているというような、形になっています。本物は今現在はカイロのエジプト博物館ですよね、そこのところに置かれていて、今はここにはレプリカが、置かれていますが、もともとはこういう形であったわけです、ね、これぜひ覗いてみてくださいカモンみたいな、見えんのかこれ、ね、映んのかな、トン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 、見えます、おー見えないみたいなおー素晴らしい。はい、北側の今総裁神殿に来てるんですけど、見えるかな、あそこピラミッド見えてますね。あれ第五王朝時代のアブシールです。で、アブシールのピラミッドのさらに奥の方にギザも見えるけど、見えるかなーって感じですね。もしかしたら
見えるかもしれないって感じですけど、今日はアブシールとギザ見えてます。中行きましょう。はい、じゃあ私は背中ネバーストップエクスプローリングのノースペースで、そのうちなんかもらわんといかんな行きましょう。中です。ネバーストップエクスプローリングです。ここ昔はな全く入れなかったんだよな。2008年、あれは調査したか7年か、入った時めちゃくちゃ感動したな。今日はなんと停電マジかよって感じ。今度真っ暗ですよ。真っ暗。電気つけますね。さあ入ってきます。おお、めちゃくちゃ雰囲気ありますね。ここも調査では何度も入ったんですけど、修復されてから初めてだな。当時はこの辺にも土器がめちゃくちゃ堆積してたんですよね。何万点もの土器がここから発見されていて、その土器の多くがネチェルケ島の前のニネチェルとかラーネブとか、祖先のものだったんですけど、ここに階段がありますね。こっちも横に行く。そうですね、通路がありますけれど下行きます。迷子になったらどうしよう。この柵からの地下は全長 5.7 キロとか言われている。本当に迷路みたいになっている場所ですね。行きましょう。こういうところにも通路がねあるんですけれど、今危ないので行けなくなってますね。ゲームね、アサシンクリードオリジンズやってる時も迷ったんですよね。なんか久しぶりに入ると迷った。多分こっちです。行ってみましょう。ああ、多分こっちに南の青の部屋があるはずです。でいきなりこう置いていったらバステとアナビスびっくりしますよね、はい、どこ行ったみたいな嫌すぎる。嫌すぎる。間違いない。すげえ。ああ、ちゃんと覚えてた。さすが俺みたいな。ああ。ちゃんと覚えてるじゃん。やっぱりゲームとは違うな。ゲームは分かんないけど、現場は分かるや。ここのところに南の墓のところに置いてあるような。ジョセル王がいて、ここのジョセル王のレリーフというのは今イミヘテブ博物館のところに、持って行かれてますね。本来ここのところにはパネル一部残ってますけど、青いパネルがずーっとあったっていう、めちゃくちゃ綺麗な部屋だったはずですね。ここが青の間って呼ばれているところかな。
この小さなタイル本当に綺麗ですけどね、ファイアンスので、こういったの、タイルというのは世界中に結構散らばっていて、そのうちの一つが、渋谷の、行った美術館ですよね。あそこのところに置かれてあったわけです。綺麗ですよね。さあ行きましょう。ここは狭いんで気をつけて。よっよっよっ。確かにクリードオリジンズっていうね、ゲームなんかをやってる時にはここになんか財宝ザクザクあった気がするんですけど、本当はこんな感じですよね。はい。ただ昔はやっぱりここのところにも様々な副葬品が置かれてあったんじゃないかなというふうには思います。ここ複合墓なんですよ、王妃というか実際に自分の親族、そういったものもこの墓に置かれて、ありました。行きましょう。もうすぐ現室に到着するはずです。行き止まりだった。こっちだった。間違えました。戻っていきます。皆さん行き止まりでしたね。でも行き止まりの時はこっちも来たくなるんですけどね。ああ、こっちだった。こっちでした。ここ電気ついてます。おお、ここだけ電気ついてるよ。おお、到着した。現室。大の間です、はあ、すごいですね。花崗岩のめちゃくちゃ巨大な石棺、金庫ですよね。でこれをさらに、入り口がないのでこの上の天井のところに穴と数トンの線みたいなものを入れて中の王の遺体っていうのを守ろうとしていたんですが、最終的にはそれも洞窟の、憂いに、回ってしまったっていう形になりますね。ぐるっと回ってみましょうか。ラスマット、ラスマット、いやハビビ、すごいですよね。ここ上からやっぱりこういったものを、石をね落としていって、最終的にはこの石棺完成させたんですよね。はい、今度は南から入ってきてます。この南というのは、公共庁、まあ共庁、とか、まあプトレマイオスとかなのかな。もう本当後の時代に実際に、開けられた通路で、ここから現室の方まで続いているというような形になっています。現室ね、ここにあります。上からこれ見る形ですね。おすごいですよね。あそこの丸いのが何度も言っている蓋みたいなものですよね。線、あの線、下からも見ましたけど、めちゃくちゃでかいのがはまってましたよね。あれを覗かないと中に入れないんですけど、まあ洞窟かどうしたんでしょうね。本当にね、結局やっぱりここのところも
盗まれていますよね。ミイラの断片みたいなものはただここ発見されてます。それがまあネチェルケ堂のものなのかどうなのかっていうのは、まあ年代測定とかをはしているんですけれど、どうも時代的に違うんじゃないかという話にはなってます。階段ピラミッド内部でした。よかったですね。いやー、地下迷宮、観光客にもね、これは皆さんにも公開されていますので、ぜひエジプトに来られた時にはここにも入ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、どんどん良質な古代エジプトの、コンテンツを上げていきたいと思いますので、引き続きいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。